皆さんこんにちは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー遊んでいきます。時間内に画面から消えないようにゴールせよ、みこさんという方のコース、新着コースから今回選んでみました。まだ星が1個もついてない方なんで、完全に新規の方なんでしょうかね。新規の方、これからも大事にしていきましょう。無事にゴールできるかな。これが初めて投稿したコースとかなんでしょうかね。これは消えないようにゴール、うん、まあ大丈夫じゃないかな。任せて OK。 安心のくるくるくるでした。スタート地点だけちょっと挟まれそうで怖かったけど、あとは全然大丈夫でしたね。時間内に画面から消えないようにゴールせよ、一番乗り、そして初いいねをさせていただきます。みこさん、これからも頑張ってください。それでは次のコース遊んでいくる。はい、お待たせいたしました。次も新着コースから、楽しいけどちょい難しいスピードラン50秒の秒がこんな表記になっております。ゆっくりしていってね。まだクリア率 0% なんで、また最初のクリア者になれるように頑張っていきましょう。本当にちょい難しいぐらいだったらいいんですけど、あんまり難しいのは断りですよ。ちょいむずどのぐらいの難易度なんだろう。クルリンいるんかーい。まあそりゃいるよね。クルリン2回ぐらいかな。G2 のサンガリアはできないから、ここ落ちちゃうじゃないかーい。そういう嫌がらせ系のスピランコースってことですね。 OK、 わかりました。もう分かればね、なんてことないんだよ。1、2、3回にしとこう。3回でよかった。なんだこれは、なんだこれは、どっちが正解なんだ。ここちょっと落ちるの待たないと上に入るのが厳しいんで、このねパックン抜けていくのって意外と難しくないですか。皆さんよくすんなりできますね。尊敬しちゃうわ。ほんと1回目うまく登れたのにね、なんで2回目以降できなくなってるんだろうね、私。ほい。ほら、なんでこうなるのかな。最近ね、私、エンディング入る直前にチャンネル登録お願いしますとか言わせていただいてるんですけれども、本当にね、一人でも増えていただけると、実況してる身分としては、ものすごく嬉しいです。やっぱりね、自分の動画一人でも多くの方に見ていただきたいですからね。皆さんよかったらこれからもくるくる動画よろしく応援いたします。それとぜひまだ見てないよって方いたら、おすすめしていただけるとありがたいです。おすすめしていただける動画になるように頑張っていきますのでね、これからも引き続き応援の方よろしくお願いします。というわけで、頑張ってクリアできるようにやっていくる。よいしょ、3回クルリンを入れてからの、ここうまく登れないかな。この矢印が気になるんだけど、ここ難関その1、ここ難関その2。勢いが止まっちゃう僕の場合。そしてん、何これ。ああ、そういうこと。もうちょっと早く気づかないとタイム的にやばかったかな。残り18秒、間に合え、頑張れ俺。次は3段ジャンプでもないし、バネにわざわざ当たりに行ってしまうスタイルで、っていうこんにちは。乗りしててからのゴール。そして安定のマリオは落下。ありがとうございました。だいぶタイムロスはしちゃったね。これ10秒以上残してクリアできますね。楽しいけどちょい難しいスピードラン50秒、ゆっくりしていってね。ありがとうございました。私の動画見てゆっくりしていってね、皆さん。はい、それでは次も引き続き新着コース、スペラピッチョンさんできるかな。チャレンジはまだゼロですね。うむ、サムネを見た感じブラックパックン1匹とキノコがあって、ゴールは壁で覆われているように見えるんだけど、上の横長の方、まあ横長じゃないんだけど、このコースは上見るとブロックが一マス空いてるように見えるから、多分どっかに、まあ、孔明さんとかクッパクラウンとかが隠してあるんでしょう。あと左上にも何かブロック置いてあったのが気になるんだけど、この辺には何にもなさそうかな。はい、
ないかな。じゃあ、どんどん、あ、あった。いきなり見つけてしまった。これは、まあ大体このパターンだと上に登っていけばいいんだろうけども。なるほどね。やばいやばいやばい。ここでダメージを食らって、チビマリオになって、おいてえの？ほい。そうすると、ここを無事に抜けられると、大きいままじゃゴールはできない。はい、できました。一番乗りです。やったね。できるかな？スペラピッチョンさんのコース、一番乗り。ありがとうございます。一番乗りってやっぱり気持ちいいですね。はい、お待たせいたしました。お次はこちら、いいねランキング、国内難しいから、アンナさん。あれ？なんか最近遊ばせていただいた方の気がするけれども、まあいいか。あ、さっき遊んだばっかりのコースもベストタイムクリアされちゃった。あ、クリアされちゃった？更新されちゃった。まあ、そりゃそうですよね。あんだけゆっくりやってましたからね。では、遊んでいきましょう。ミニ改造ランツ、まっすぐお進みください。ずっと走ってればいい？信じていい？ジャンプとかしなくていい？そんなわけないよね。うん。甲羅を投げて、どんどん行こうという。こういうことですね。こうか？なるほどね。はいはい。メットは上に投げ入れてくださいねと。そういうことか。ここでメットを踏んでからの。このタイミングだとスピンジャンプもできなかったぞ。タイミングが今のところよくつかめてないんだけれど。どうしたものかな？ほい。こう来て。この辺？この辺？違うなぁ。投げるタイミングのところには、下がブロックが違うブロックになっているんで、そこを見ていけばいいんだと思うんだけれども、ここだけよくわからない。まあ、甲羅を取らなきゃいけないから、このぐらいのタイミングでいいのかな？ここ上行けちゃわないかな？まあ、行かないで行きましょうい。そして、今度こそ、もうちょっと先まで進んでみたい。あの、キノコがちらっと出てるところで良さそうですね。からの、上、ジャンプ。いいんじゃない？気持ちいいね。また上に投げれて、ジャンプ。これで、OK かな？踏めてる踏めてる？届いてなかったか。もうちょっと前だったか。そんな気はしてたんだよね。本当かよ。本当だよ。くるくるくる。よいしょ。頑張っていきましょうい。頑張っていった結果がこれでござんす。今度ね、なんかドラウマ界でね、なんだっけ、いいねランキング難しいだか普通だかをみんなで同時にプレイして、誰がたくさんクリアできるかとかなんか競うのはどうっていう話があったんですけど、あれ面白そうですよね。もうぜひ僕も参加させていただきたい。よいしょ。そういうの大好き。鍵の数がものすごいことになってるけど、これ全部使うのかなと思ったけど、使うわけないじゃん。すごい赤扉の数。お、埋まった。せっかくこんだけ鍵を取ったのに、どこにも行けず、しゃがみ込んで、塞ぎ込んでしまうマリオでした。ミニ改造ラン2、まっすぐお進みくださいよ。ありがとうございました。左手もしびれと戦いながらマリオメーカー遊んでいくる。届け、届いて届いて届いて届いた。ここどうしようかな。難しいな。終わらないツルルン地獄だぞこれ。ある意味ツルルンツルルンツルルン、さようなら。届いて届いて届いて届いた、ゴール。
終わらないツルルン地獄、なんとか突破できた、よかったね。結構難しくないですかこのコース。しゃがんで滑ってジャンプしてスクワットスライド、アンナさんベストタイム20秒なのに1分43秒もかかっちゃった。はい、それでは今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録まだお済みでない方、よろしければチャンネル登録していってください。それと、コース募集も行っておりますので、皆様のコースどんどんお寄せください。ツイッターでもコメント欄でも結構です。それでは明日はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。